演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのお母さん食の鶏手羽元のスープカレー煮を食べたいと思います。タラのカレーとはまた違うのかな。すでにカレーのいい香りはしていますよね。まあ確かにスープがあるだけでちょっとスルスルです。でもそれが逆に良さそうな気もしますね。手羽元もしっかり入ってますね。手羽元ってあんまり食べる機会ないので楽しみです。チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ではいただきます。こういうカレーも悪くないですね。これスープカレーは結構スパイスが効いてて刺激的で辛いですね。あ、くるくるくる。で、じゃがいもと人参の食感が良かったですが、手羽元への味の浸透がもうちょっと弱かった気がしますね。手羽元は可食部分が少ないのでもうちょっと味わいたかっただけに残念です。まあカレーとしては美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。えんへん。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。